今年度第1回目の順次検討会を実施したいと思います。さっきからお届けのためにお集まりいただきありがとうございます。どなたともこのお宅では、全部会長の皆さんの時からということで今年3年目になるのかなと、そんなに記憶はしております。それぞれ各地での、大分集会から入りまして前田総理あるいは興味を持っていく大事をどうやってこれからやるんだと、まあ、いろんなことを大変にあったり、問題から、こういう会大勢集まっていただきました。なおさん、昨年年中でもう20数年前から事件の取引ということでやられていると、まあ、そんなようなことで、今目の前に見ていただいている地域でも一年生、セジャー内を作ってしまう、それを提供してしまう、まあ、そんなような大変な、我々より一歩進んだ形の中でいろんなことを試行錯誤しながら、頑張っておられる方でございます。大変精神的に頑張っておられる方なんで、これから研究させていただきたいけど、皆さんもいろいろとご質問大変に出していただきまして、ある研究者になれば、まあ、そんなふうに願っておるところでございます。今年はちょっと肌もちょっと遠いですが、一応まあ結局もうおよそ確認できる時期になりました。結果的にお忙しい中ではございますが、わずかな時間ですがしっかり研究していただいて、また、自分の経営に取り入れていただければと、そんなふうに思っております。